ナマンダー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 ナマンダNamo Namo Namo
皆様おはようございます。ようこそお参りご参集くださいました。今朝は、ただいまより、ワンドラムツミ先生と古本先生に、仏教と戦争についてお話しいただきます。まずはオレンジ軍仏教会の、ワンドラムツミ先生です。よろしくお願いいたします。どうも皆さんおはようございます。オレンジ軍仏教会から参りましたワンドラでございます。どうもまた皆さんとお会いできて本当に嬉しいですね。え、寒いですけどご存知お元気ですか。ずいぶんと今年はねずいぶん寒いと思いますけどいかがですね。え、本当にね、今日はこのガーディナの方でウィンターパシフィックセミナーというね、まあ、いつも毎年ございますけれども、それで今日は日本語の方でお話しさせていただくことになっております。でタイトルが、まあ、仏教と戦争ってね、まあちょっと変えた縁厳しいね話題でございますけれども、まあ、私が今こう感じておりますのは、まあ私たち大変厳しい時代を生きてますよね。いわゆるまず、まあ、コロナという時代がございましたでしょ。コロナがね2019年から始まりました。皆さん大変まあ厳しいね生活をされて、皆さん近寄ってはいけないとか、あるいは密の生活をしちゃいけないとか、マスクをしましょうとかね、お寺に行ったらまあドアが閉まってるとかですね、どうにかドアを開けて、まあ細々と日常サービスもしてきた結果でございます。ありがたいことでした。やっぱりその中でね、やっぱりそのアイソレーションというかね、私たちが話すことができない、あるいは把握できないとかね、お家にいましょうとか、お寺にも行けないっていう時代が随分あったんですよね。で、それからずっと来ましてね、まあまあ、ウクライナとロシアですか、この戦いがもうこの2月で3年目ですよね。長いです。当初、ちょっとまあ2、3ヶ月で終わるかなと思ってたらね、まあ、なんとこの2月で、もう3年目を迎えるというね、えらい時代になってます。それから去年の10月から、まあ、イスラエルとパレスチナですか、ちょっと私あまりその中東のことは存じ上げませんですけれどもね、これもいわゆる戦いが起こりました。まあ、聞くところによるとこの辺りはもう1000年以上のね歴史の中での民族的な戦いとか宗教の戦いだということで、これもまだいろいろと停戦があるようでなかろうと、大変厳しい世の中です。だから私はその世界がどうもね、昔だったらもっとみんな仲良く、みんなその集まって平和を目指そうじゃないかっていうね、努力もあったと思うんですけれども、でもこのコビッドからもう県戦争が今2つ、またいろんな内戦もあります。ね。それを思うとね、
世界自体がなんとなく分断してますよね。分断って分かります？パカッと分かれちゃって、で分かれたグループがのダイアログっていうかね、お話ししようとしないわけですよ。そうするとそういう状況がずっと続いて、なんかこう分断がずっとね、今のアメリカの政治もそうでしょ、民主党と共和党どうなることやら分かりませんですよ、11月のエレクションは。だから私たちの生活自体とてもこの影響があるわけです。いわゆるお話し合いがない。だから右に行くか左に行くか私たちは分からないわけですよね。その中で私たちは本当に不安を感じます。精神的な不安、経済的な不安、社会的な不安、政治的な不安いっぱいです。こういう中でね、私たちは毎日生活してるんだなというふうに私はまあ考えるわけなんですね。で今日はあの仏教と、まあ、戦争というテーマでございますけれどもね、ちょっと私はそのまあここにもございますけれども、仏教と浄土真宗の平和観ということでちょっとお話しさせていただきたいなと思います。いわゆる仏教あるいは浄土真宗は平和ということをどういうふうに、まあ、考えているんだろうということですね。ちょっとそれをですね、30分ぐらいもうちょっと時間過ぎましたけれども、それで皆様と共に、まあ、ハンドアウトをですねお手元にお配りしておりますのでね、またお家に帰ってもちらっと見ていただいたら思い出してくださるかなと思います。で右の方はねメモのねスペースございますので、なんか思うところはちゅっちゅっと書いてもらったりしたらいいかなと思ってお配りさせていただきました。まずですね、いわゆる仏教の平和観っていうんですけれども、これはちょっと英語の方とまた英語日本語とちょっと英語にもね書かせていただいてるんですけれども、同じものですよ、皆さんのお手元にあるのね。平和とは外的にはこの世界からあらゆる戦いがなくなり、社会のさまざまな問題が解決されて、すべての人々が安穏に生きていくことのできる社会のことです。また内的には少量病死の苦悩や不安をお互いに支え合い、一人一人が安心して生ける状況のことだと、まあ、これが大体のですね仏教の平和観です、ね、ですからここにはいわゆるまず外的には世界が、ね、戦いをしていないこと、そして人々が安穏にということは幸せに不安を感じずに生きていけるそういう世界社会、そして私たちの心打ちとしてはそういう少量病死という、ね、いわゆる避けることができない問題苦悩、そういうことをか、まあ、いわゆる、まあ、引きずりながらもですね、その中でも私たちが納得いって一人一人が安心して生きていけることのができる状況なんだという、ちょっとこのあたり定義をねさせていただきましょう。でね、皆さんよくご存知のようにはね、仏教には決まりがありますよね。まあ戒律っていうのがあるわけですよ。どんな戒律かというと、ご存知でございましょう。いわゆる仏教でやってはいけないことは何ですかって言うんですけどね、これまあプリセプトです。5つの決まりがございます。一番初めにね書いてるのは不殺生です。っていうのは誰の命も取ってはいけない、人間だけじゃございませんですね、生き物の命ね、木々の命、すべての命を取ってはいけないということです。しかしながら私たちは毎日生きていくためには食べますね。ね、お肉を食べたりご飯をいただいたり、パンを食べたり野菜を食べたり、やっぱりそういう命をいただいているわけです。これ仕方がないことでございますけれども、やっぱり一つは不殺生というね、命をいただいては取ってはいけないということですね。いわゆるインテンショナリーということもございましょうね。
意図的に人の命を取ってはいけないということですね。他にも不中道とかね、いわゆる、まあ、盗んではいけないとかですね、あるいは不邪淫とか、そういうその乱らな行動をしてはいけないとか、不毛合って言ってね、いわゆるあの口ね、いわゆる人様の悪口を言ったり、あるいはそういう乱らな言葉を使っちゃいけないとかね、あるいは不音樹って言ってね、まあ、いわゆるお酒を慎みしみましょうという、こういう5つの大きな決まりがあるわけです。一番覚えておかなければいけないのは、ああ命の摂取をしちゃいけないんだなっていうことをね、仏教とはいくつも考えます。ですから私たちお食事をいただくときはちゃんと合掌してありがとうございます、いただきますというわけですよね。何をいただくかというと、そういうふうな動物や植物の命をいただいて、私のいわゆる生命を、継続するために、命をいただくことに感謝するわけです。それで、あ、いただきます、ごちそうさまでしたっていうわけですよね。ね、そしてね、このあたりご存知でございますか。このいわゆる仏説無量寿経というお経様ございますね。親鸞聖人様が一番大事にされたお経様でございます。ねえ、これは仏説無量寿経を言います。ラージャスーチュラとも申しますけれども、ここの中にはね、いわゆる仏が歩み行かれるところは、国も村も町も村もそのお導きね、教えに導かれないところはないということ、世の中は平和に収まり、国は豊かになり、民衆は平穏に暮らして、武器を取って争うこともなくなる、人々は徳を尊び、思いやりの心を持ち、熱く礼儀を重んじてね、お互いに譲り合うのであるというふうにですね、お経様にちゃんと載っております。この仏がと仏がということが、お釈迦様がいうことよね、が歩み行かれたところは、全部行かれたところは全部ですね、いわゆる争いがないことです。争いがないと人々は武器を取って立ち上がって争うことがないということです。こういうことがですね、このお経様、仏説無量寿経に書かれてるんです。で、武器を持って戦うことがないっていうのがね、この下にございます、氷河無用という言葉でね、お経様には書かれています。氷河無用っていうことは、武器も軍隊もいらないと、こういうことなんですね。これ大事なことですよ。ね、お経様にこういうふうに書かれていると。ありがたいことですね。ということは、このお釈迦様のいわゆるお説法、阿弥陀様のお示しもですね、いわゆる皆様が平穏に平和に生きて、争いの心を、起こるような、そういうことがないということが、このお経様に書かれておるんですね。ね、そしてね、ちょっとこれは英語でございますけれどね、先ほど言った氷河無用のことを英語でもちょっと書いておきましたね。でね、この不摂生のことに戻りますけどね、のアヒムサというね、まあ、言葉なんです。まあ、サンスクリット語によるとね、これはノーハームと言いますね、摂生しちゃいけないと。で、このね、お坊さん、これね、ジャイナ教の方なんですけどね、このなんとなくよぼよぼ歩いてられるような方ですけれどもね、これ白いね、このいわゆるローブを着て、これね、これもマスクされてるんですよ。これコロナじゃないんですけれどもね、これマスクしてられるわけです。っていうのはね、なんでかというと、まあね、間違って虫ね、虫を吸い込まないようにとかね、そういうことなんです。すごいですね、そこまで考えてらっしゃるんですよ。それからよく見てください。これなんかこう、ほうきのようなものを持ってらっしゃるんですよ。そう。ほうきのようなものを持ってるのはね、自分がね、いわゆる歩くところをほうきでこう履いて、ちょっとしたらそこに虫がいるかもわからない。うん。なんか虫ちゃんがね、
こうそこにいるところをひょっと、私がひょっとしたらその虫を踏んづけて、いわゆる殺してしまうからいけない、それをね、こう心配されてね、行くところは全部こうほうきをきれいにして、それからいわゆる歩いてらっしゃるということなんですよね。ここまでこうジャイナ教のという人はですね、いわゆる人の生命、虫の生命、すべての生命を取らない不殺生ということをすごく考えられるんです。不殺生とは殺生がないこと、また殺される脅威、フィアですよね、恐れや、人間社会で殺生を助長すること、人間の世界で殺生をしてもいいとかね、戦いに行こうとか、そういうような状況がないことを言います。ちょっとジャイナ教のことをちょっといわゆるご紹介いたしました。ジャイナ教もですね、古い古いね、仏教の一つなんですよ。お釈迦様の前の時代からジャイナ教はございますね。ですからこういうね、いわゆる仏教の世界は不殺生ということを大事にするんです。で、一つはね、なんでいわゆる命を取ってはいけないか、これはね、大きなことはね、まあ、特に浄土教によりますとね、みんな私たち仏さんにならしてもらうんですよ、阿弥陀様のお示しは。ということは、日本人だけ、あるいは浄土真宗の方だけじゃなくして、いわゆる今ヨーロッパいろんなところで人の命がいわゆる奪われていきます。ということは、将来仏様になられるいわゆるブダフットですね、いわゆる菩提心ね、仏様になられる命を取っていくわけです。それは許されるものではないわけですね。みんなこれ私たち仏さんにならしてもらうんですよ。素晴らしいですよね、阿弥陀様の教えというのは。この私何にも知らない凡夫人がですね、仏様にならしていか、言っても寝かして、その仏様にならしていただく、いわゆるそのいわゆる私の一生の口でお聴聞しながら、この私が仏様にならせていただくんです、うん、そしてこの臨終の一念をもって、私は仏様、阿弥陀様の世界に仏として迎えられてくださるわけですよね。そういう私たちは尊い尊い命を頂戴しているわけです。だから人の命を取ってはいけないんです。ということは、一人の仏様の命を今紡んでしまうということにもなるわけですよね。そういう意味もございますね。そしてね、ちょっと今浄土教を申しましたんでね、日本浄土教のね、いわゆる一番初めね、浄土教をお披露目くださいました法然上人様ですよね。皆さんご存知でしょ、親鸞上人様のお所さんです、先生でしたね。法然上人、元空上人とも申しますけれどもね、この法然上人様は1133年のお生まれでございます。親鸞上人よりも40年早くにね、いわゆるですから、まあ何ですかね、お父さんっていうぐらいはもっとちょっと年上だったでしょうね。40年近いですからね、年上ですよ。この、まあ、法然上人様は岡山県御誕生で、まあ、その当時美作の国と言いましたけれども、その国でお生まれになりました。で、お父様はウルマ時国っていうね、お名前だったらしいんですけど、当時にしたら、あの当時、まあ、中国地方の豪族だったわけですよね。豪族で、久米の王領氏っていうね、王領氏ってちょっと難しい言葉ですけども、いわゆる、まあ、差し押さえ屋さんといいますかね、いわゆる、まあ、借金をねした人から、いわゆる、まあ、徴収したり、あるいは土地の管理をしたり、そういうお仕事をされてたようです。で、このお父さんのウルマ、時国さんという方がですね、法然上人がですね、9歳、まあ、聖子丸とおっしゃいましたですけれども、この聖子丸 の言われた9歳の春にですね、このある明石源内貞明というちょっと長めの名前でございますけど、この方にですね、
夜打ち、夜にね、いわゆる不意打ちされるんです。お家に来て。で、はい。そしてこの明石さんという人が、この聖子丸法然上人のお父さんをですね、いわゆる殺すわけです。はい。そういう事件がございました。ね。びっくりなことです。まあ、あの当時はですね、いわゆる平安時代から鎌倉時代ですよね。うん。まあ、いわゆる鎌倉時代というのは1185年から始まりますんで、まあ、いわゆる、法然様、親鸞様の時代というのは、その過渡期ですね、いわゆる平安時代の、いわゆる貴族社会、荘園社会といいますか、ちょっとこう優雅な世界から、ね、社会から、いわゆる武士、侍が台頭していく、鎌倉時代出てきます。そうしますと社会がもういわゆるガラッと変わっていくわけですよ。そういう過渡期、そしてまだその時は大変たくさんの飢饉、そして自然災害、いやいわゆるその地震が起こったり、天罰はですね、いわゆるその雨が降らなかったりですね、いろんなことがあった。まあ大変社会的に厳しい時代であったと聞いております。だからそういう時代ですね、法然様、そして親鸞様が生きておられたわけです。で、この時代にそういうことで、いわゆるこういう事件があったんですよね。で、お父さんがね、いわゆる最後の息を引き取るときに、この聖子丸、後の法然上人におっしゃるんです。聖子丸、ええか、私はこれで世を去っていくけども、絶対に敵、仇討ちはするなよとこうしちゃうんです。仇討ちするなよことは No Revenge、 やっちゃいけないね。なんでかというと、お前がまた仇討ちをすると、そのされた人はまたお前を狙うから、そんなことはするでないと。どうか私に誓ってくれ、その代わりに仏門に入れと、こうおっしゃって、お父様は最後の息を引き取ったと言われます。それでこの聖子丸はね、このいわゆる菩提寺であったところの観学というところにね、まあご修行に行かれて、この観学というまあ大変素晴らしい、方はですね、いわゆるこの聖子丸さんが13歳になった時にね、あ、この子はなかなか頭がいいなと、ここに置いとくのはもったいないというので、いわゆる、比叡山に連れて行ったということでございます。それで比叡山に行かれて、法然上人は大変なご苦労をされて修行をされまして、そして斎藤の方に行かれて一生懸命お勉強されたんですよね。そして観無量寿経はいろんなもの、一切経を何回も何回も何回も呼ばれて、人々がすべてね、ね、すべての人が救われる道は何ぞやということをお勉強されたんです。そしてようやく観無量寿経の注釈版であった善導上人様が、善導様がお書きになったいわゆる勧行書の中の三千義の中に、お称名、南無阿弥陀仏、阿弥陀様の名前を毎日お唱えなさいませ、立ってる時も座ってる時も横になってる時もどうかお唱えなさいませ、それこそが私たちが仏様の道にお導きくださる唯一の道であるということを発見されたんですよね。うん、これがいわゆる、法然様のお父様の死をもってですね、法然様は仇討ちをするな、ね、仕返しするなということをお勉強されたということでございます。ね、そしてね、ちょっと親鸞様のことに申し上げますけどね、はい、親鸞様のお示しはね、これでございます。ね、歎異抄、皆さんお読みになったこと思いますけど、13章にはね、まあ、そのいわ歎異抄というのは親鸞上人様がお書きになったお書物ではございませんですよね。唯円さんっていうお弟子さんが、私はこのように親鸞様から聞きました
ということをね書かれた第二章でございます。その当時関東の神奈様のお弟子さんの中にはいろんな教えがはびこりまして、一体神奈様はどのように言われたのかというね疑問がたくさんございました。それでそこでその唯円様が、いやね神奈様はこうやって言われたんですよということをこの歎異抄におまとめになったんです。その中の13章にねこういうことがございます。千人殺しなさいということですね。神奈上人様おられるんです。神奈上人様唯円さんにね、唯円さんね、あなたは私のもとで長いこと勉強させていただいておりますけれども、私のことを、私の言うことを必ず聞きますかと。ああ、そしたら唯円さんはもちろんでございます。親鸞様は私の本当に尊いお所さんでございます。私は親鸞様の言うことは必ず何でも聞きましょうと言われるわけです。そして親鸞さんはね、ああそうか、そしたらね聞きましょう。そしたらね、千人殺してきてください。そしたらね、あなたの往生は決定いたしますよと。うん、あなたの往生が決定するとしたら千年殺してくださいませ、こういうわけです。割れるわけです。そしたらね、唯円さんはね、ちょっと待ってください、いやそんなことはできません、いやなんぼなんでもそれは無理ですよ、どうしてるわけです。神奈上人はね、いやいやそうだったら唯円さんは私に言ったことと違うじゃないですか、あなたは私のこと何でも言うと言ったじゃないですか、どういうことですかというふうにね言われるわけですよ。ここでね、親鸞さんがおっしゃりたいことはね、状況によっては私たち人間は何でもしますよということです。社会状況によっては何でもしてしまうということです。戦争になったら一人でも多くの人を、敵を殺すことが課されるかも分かりません、状況によってはね。だからそういうことで私たちの心の中は、いやそんなこと一人も殺さない言ってるけれども、状況によっては何をしでかすかわからないんですよ、私たちの心は。そういうこう怖い心がどっかに潜んでるわけ。私たちその日常生活にはそんな言いませんよ。だからそういう心をね、親鸞上人様はお示しになってくださったんですね。え、それを覚えておきましょう。そしてね、最後は浄土真宗の平和観というのはね、仏の教えに出会って自らの身の救いが決定したと思う人は仏様の御恩に報いるためのお念仏を心を込めて唱えて、世の中が安らかで安穏であるように、仏法が広まるようにと願いましょうというふうにね、親鸞様はご消息の中で言われております、ね、仏法が広まるように、そして世界が安穏であるように。この言葉は何度もお聞きになっていると思います。でも私がねこれ大事にしてほしいのはね、この前のことがねあまりいつも言われないんです。これは仏様の教えと阿弥陀様の教えに出会って自らの身の救いですよ、私のお救いって言ったら、この私がね、いわゆるご本願を信じさせてもうて、お念仏させてもらって、そして仏にならせてもらう道が開けていって、そして私がこの世を去る時には仏として浄土に迎えられていくんだと、これが浄土真宗のお救いです。これをいわゆるしっかり心に持っていなったら、浄土真宗の救いは何ぞや分かりません。これが根本的な救いなんです。これが心にビシッと入っている人ならば、阿弥陀様の御恩に報いるためにお念仏をして心を込めて、どうか世の中が安らかで安穏でなるように、仏法が広まるように願ってくださいということです。このお救いが心にしっかり
入ることが大事やということを親鸞聖人様がこのご消息でおっしゃっていることでございますね。ということでですね、今日は皆様と共にですね、短い時間でございますですけれども、私の方から仏教と浄土真宗の平和観ということでお話しさせていただきました。本当にご清聴いただきまして誠にありがとうございました。パンドラ先生どうもありがとうございました。引き続きまして、先進仏教界の古本龍太先生よりお話しいただきます。はい、皆さんおはようございます。パンドラ先生ありがとうございました。素晴らしいご講義いただきましてありがとうございます。僕も仏教と戦争についてお話しさせていただきたいと思いますが、まあ大体同じような感じの内容なので、でも前にね、今日のセミナーがあるときにワンドラ先生にも電話して何話しますかで聞いたんですけど、それでもやっぱちょっと内容が同じようになってしまうんですけども、まあ内容が全然違うよりやっぱね、内容が同じということはやっぱりそれは浄土真宗の見方じゃいうことだから、ね、まあ間違いないということですね。まあちょっとちょっと違うプレゼンテーションになると思いますけども、私もこのパワーポイント、ね、スライドがありますので、そちらをまず、皆さんとね、シェアしたいと思います。今日ね、1月27日冬のねパシフィックセミナーということで、まあ仏教と戦争いうことで、まあやはりね、ワンドラ先生もおっしゃいましたけど、基本的にはもう戦争や争いということはもう仏教徒としてはやらないようにするっていうことはまあもちろんですね。だけど例外があるっていうことですよね。まあやはり先ほどもね先生おっしゃったように、親鸞聖人が去るべき公園の模様さばいうとき、ね、なんかご縁さえ整えば何しでかすかわからない存在なので、そういうこともあるということです。まあただそれだからといって戦争してもいいですよ、争ってもいいですよ、言うわけじゃないんですね。まあ、ですが、一人一人が、まあ、気をつけて、ね、仏法を学ばせていただいて、できるだけ争わないようにするということですね。もう、全員でやろうって言っても、ちょっとまあ、それが理想ですけども、まあ、一人一人が、念仏者の一人一人が、日常生活の中から気をつけていくという、そういうやり方だということですね。はい。まずはここですね、皆さん法輪、ね、読んでくださってますかね。はい、ありがとうございます。これ多分ね、この間のパサデナであった10月でしたかね、サザンディストリクトの、ね、カンファレンスの時も皆さんに聞きましたけど、みんな読んでるって言ってたけど、本当に読んでくださってます？大丈夫です。はい。この、じゃ1月号に、1月号にね、五文書のメッセージが、毎年五文書のメッセージに載るんです。まあ皆さんもしかしたら、本願寺新報もね、読まれるかもしれないので、そちらの方で読まれてるかもしれませんし、各お寺の時報で読まれてるかもしれませんけども、毎年、年の初めには五文書様がメッセージをくださっているので、それを今掲載しています。で、やはり五文書は、その、ね、今年の最初のメッセージで、この戦争に関しておっしゃってる。ちょっと、フォントは細いですね。ごめんなさい。こうね、ありますね。青い番ところですけども、まあ、2022年2月に始まったロシア連邦によるウクライナ侵攻は未だに続いており、2023年10月以来、イスラエルとパレスチナの武力衝突では、関係国を巻き込んで民間人を含む多くの犠牲者が出ています。だいぶね、私が今思い起こしますのは、すべてのものは暴力に怯え、すべてのものは死を恐れる。己が身に引き比べて殺してはならぬ、殺さしめてはならぬ、ダンマパダ、ね、というお釈迦様のお言葉です。この世に生を受けた私たちはいかなる理由があろうとも、等しく人権が保障され、命が、脅かされるようなことがあってはなりません。しかし現実には世界各地で紛争やテロが勃発し、生存の権利が脅かされている人々が数多くおられますと、ね。平和主義を掲げる仏教徒である私たちは、お釈迦様の言葉を深く心に刻み、国際社会の平和と安全に
大きく貢献することが求められていますというふうに、ね、ご盆地が、あ、こっちが見やすいね。こちら字が大きい、こっちが、ありがとう。いやいや、いや、なので、こっちがちょっと、僕もね、さっきのも字が細いけど、読みにくかったこっちの方がええわ。はい、ありがとうございます、ね。というふうに、御門司もこのように、おっしゃっておられて、まあ、基本的には、やはりね、戦争や争いはしないということで、で、御門司がここに、ダンマパダというね、お釈迦様のお言葉から、引かれていますけども、このダンマパダというのは、まあ、いろんなお経がありますけども、このお経は、お経ですね、まあ、なんか最も古い形のお経だと言われています。で、それで、ね、他にね、このダンマパダであるとかスッタニパータというような、短くね、短い言葉でお釈迦様の教えを記しているものなんですけども、まあ、大体同じような感じで、ね、ね、ありますですね。さっきワンドラ先生も引かれてましたけども、これダンマパダのその5番です。最初の方は、ね、恨みに報いるに恨みを持ってしたならばついに恨みが止むことがないと、恨みを捨ててこそ止むんだ、法然上人ね、お話の時にねおっしゃってくださいましたけど、まあ大体このように、争うなとかね、怒りを持つなとか恨みを持ってはいけないと、それが平和の道なんだということをお釈迦様が、お示しくださっています。まあ、だから基本的に仏教徒はお釈迦様の教えに従ってできるだけ怒らない、できるだけ争わないという、態度で、まあ、生活をしていきます。で、これをまた先ほどね、ブアンドレ先生が引いてくださっていましたけども、仏説無量寿経の、ここですね、まあ、仏が歩み行かれるところですね、まあ、仏様の、教えが広まるところだったら大体氷河無用といっても軍隊とか武器はいらないんだというふうに言われます。 でもね、じゃけどこの、まあ、私たち浄土真宗に学んどるし、日本は仏教国だし、まあ、タイとかも仏教国だし、いろんな仏教を学んでる国あるけど、だけどまだ軍隊あるじゃないか。日本軍隊あるし、タイも軍隊ありますよね。スリランカも多分あるでしょ。仏教国で軍隊あります。そんな、まあ、アメリカはまだ仏教徒はそんなにいないので、まあ、軍隊あってもおかしくないなっていう考えできますけど、日本とかね、台湾とか、ああいう国々は、仏教国だと言っておりに、なんで軍隊があるんですかというふうに思いますが、この仏様が歩み行かれるところっていうのはどういうことなんかいうことで、まあ一つは仏様がおられるところで、まあ、お浄土であるとか、まあお浄土はもう全く争いがないと言われているので、だから武器を取って争うこともないということは、まあなるほどということですね。まあ二つ目は仏の様の教えが広まっている場所、ね、さっきも言いましたけど、だけど実際はそこで争いがあるじゃないかと、いうことなんで、仏で歩み行かれることはどこなのかということになるんですけども、まあ考えると、まあやはり一人一人ね、仏様の教えを学んでいる人々の心に、まあ仏様が歩んで来られておると、まあ考えることができますね。ですから、一人一人ができるだけ武器を持たず争わないということが、ね、大事なことであります。それがまあ氷河無用ということで表されているということですね。でね、その漢字ね、せっかく日本語、セミナーの漢字のことでね、ちょっとやってみましょう。漢字の、ちょっと、鍵括弧は変なとこ行きましたけど、我っていう漢字ね、お浄土の浄ですね、の漢字ですが、この我っていうのは、私っていうことですね。これ我はね、この手に、矛ですね、武器です。あそこに矛がありますけど、それを持つ姿だというふうに言われてますですね、一つの説では。だから、私、私言うてから、自分の考えとか権利を主張しすぎると必ずもう争いが起きることですね。ですからまあできるだけ、こうね、自分を主張していかないっていうのが大体仏教を、ね、学ぶ人、まあ自分を主張しますけども、できるだけしないようにっていうような、そういうことを学びますね。で、まあこの世はやはりまあお浄土ではないので、まあ争いが絶えないということですね。ですから、浄土の浄というのはですね、漢字は、浄の、山水は水の表しますけども、この争いを水で流すということですね。ですから、そのお浄土の浄というのは、まあ、
その争いがないところなんだということを、ね、表しています。で、まあ、やはりこの世っていうのはお嬢ではないので、やはり争いが絶えず起こるということですね。まあ、このよく言われてますのは、人間の歴史では今まで戦争がなかったことがないと、常にどっかで戦争があるというふうにね、あります。でもう家庭でも争いがあるし、社会でも、ね、学校でも会社でも、まあ、お寺でもやっぱりいろんな、いざこざっていうのは必ず出てきます。まあ、それはやっぱり自分ね、一人一人が我をやっぱ主張していきますのでね、そういうところでは必ずそういったいざこざや争いが出てくるということです。まあ、あの、まあ、お浄土、ね、この世はお浄土ではないと言いましたけども、まあ、いろんな解釈がありますのでね、まあ、浄土即江戸、浄土即シャバというふうに、まあ、このシャバのサイドとか江戸のサイドでは、あの、争いは必ずなくならないということですね。そして、なので私たちは念仏者はいつも、ね、お聴聞させていただく、阿弥陀様やお浄土のお話を聞かせていただいて、ね、そのお得をいただいて、まあ、できるだけ自己を主張しすぎずに争いを少なくしていこうと、ね、していくわけですね。それが仏様が私たちの心に歩み来てくださって、ね、氷河無用という、ね、生活になっていくということです。まあ、なんだけど場合によってはやっぱりね争うこともあるということです。それがね、先ほどワンドラ先生ね、あの見せてく、あのご紹介してくださったのと同じものです。これはね、さっきも皆さんこれ見たのでね、多分覚えてると思いますので、あのこれはデジャブじゃないですからね、あのただ皆さんがいいグッドメモリー持ってるだけです。あのね、よかった、はいこれさっきも5分前に同じ文章見ましたのでね、ワンドラ先生が見せてくださいましたから。まあ、だからもうとにかく人は誰でもね、しかるべき縁が働いたらどのような行いもするんだとね。だから状況によっては争うこともあるし、戦争に行ったり戦争に加担したりすることもある。戦争に加担するのはね、もう日常から我々もしかしたらやってるかもしれません。特に米国にいると、アメリカはいろんな戦争の産業が、ね、ありますので、ね、ミサイル作るとか銃を作るとかで、そういう社会なので、そういう方々たちとも私は生活してるし、そういう会社ともね、あの取引があったり、そこに働いていたりということでね、あるのでね。ですからそういうふうに、まあその武器を作るところと、ビジネスとかね、もう しないといけない。まあ間接的には絶対してますのでね。となると間接的にはそういった戦争とか争いに加担してるんじゃないかということも言えますですね。まあだけど、まあ親鸞聖人がおっしゃるのは、まあね、そういった、まあ、日常生活を、ね、する中ではそういうこともね、避けられないと。それがまあ凡夫ということなので、ですから、まあ私たちできるのは、ただもう本願にお任せしなさいと。それが他力なんだというふうに、この歎異抄の中で親鸞聖人が、まあ、おっしゃってくださっています。まあ、ええことも悪いこともしょうがないけど、まあね、これは自分らが、まあ、しょうがないことです。ほんま自分たちが、あの、どうやってね、戦争を避けようとしても、避けれないことがあるというね。だから、まあ、ええことも悪いことも、まあ、まあ、仕方ないとね、まあ、受け入れて、まあ、我々ができるのは、ご本願に任せるということですね。まあ、だけど、まあ、できるだけ、何度も言いますけども、争わないようにすると、ね、努めるというのが私たちの生活ですね。ほいで、ほいで、やっぱその例外がね、あるんですね。そのね、仏様もね、結局ね、お釈迦様も、あの、戦争しちゃいけん、争っちゃいけん、殺しちゃいけんっていうふうに基本的におっしゃってるけど、まあ、いろんな、まあ、お話がありまして、一つはお釈迦様も、まあ、争いを仕方がないというふうに思われたという、そういう一つの、まあ、例外的なお話ですけど、あるんですよ。それがね、自分の、故郷のお釈迦様のね、釈迦族の国が亡くなった、滅亡させられたというね、そういうお話があるんです。皆さん、ね、聞いたことがあるかもしれません。で、
日本語でね、仏の顔も三度までっていうね、ね、ことわざというかありますね。すごいみんな、すっごい優しい人がね、おったりするけど、三回その人にもう、悪いことしたら、四回目は絶対怒られるとかね。それとか、三回ミスしてもいいけど、四回目はダメだよっていうふうなね、そういう、言葉、技ありますけども、このね、お話は、まあ、ことわざは、このね、お釈迦様が争いを止めなかったお話から来てると言われてます。で、まあ、いろいろ調べたら、英語で何て言うかって言ったら、それは、even the patience of a saint has limits って言うんだって言うんだけど、ね。まあ、このお話はね、まずね、まあ、お釈迦様の家族が治めてるね、お釈迦族の国が、コーサラ国という、に滅ばされたというお話なんですけど、お釈迦様のね、国はね、あんまり大きい国じゃなかったと言われています。で、隣の国のコーサラ国っていうのがビッグカントリーで、そことすごく関係が、まあ、あって、一応友好のね、国ではあったみたいなんですけども、その力としては、お釈迦様の国はね、あんまり大きい国では、行きましょう。まあ、そのコーサラ国があったんですけど、そのコーサラ国の王様が、お釈迦様のね、国から、お妃をもらいたいってから、お釈迦様の国に行って頼んだんですよ。だけど、お釈迦様のね、釈迦族の人たちは、あんまりそのコーサラ国の王様好きじゃなかったんですね。だけ、あんまり自分のね、ファミリーから、あの人に、嫁あげたくないわ、言ってから、ほいじゃ同情会って話して、そしてある大臣が、ほしたら、うちの召使いがおるけ、すごい綺麗な人がおるけ、召使いあげたら、あの人多分大丈夫じゃるよとから。ほんで、その大臣の召使いの方ですね。だからあんまり身分は高くない人なんだけども、まあ、美しいけ、もうあの人あげようよって、これで、あの人あげようよって、今、ね、あんまりそういうふうに言い方せん方がいいけども、ね、自由恋愛でね、みんな平等ですけど、昔の話ですから、インドのね、ほんで、この召使いをね、王様に嫁がせようよってから、ほんで、嫁がしちゃったわけですね。ほんで、そのことをね、コーサラ国の王様は知らなかったんだけども、まあ、ね、美しい女性だったし、まあ、よかったよかったって、ほんで、すぐ結婚なさって、ほんで、子供が生まれてね、そのコーサラ国の王子になられたわけです。だけど、そのコーサラ国の王子様がある時、ね、お釈迦様の釈迦族の国のところに行って、ね、行ったら、その時に、釈迦族の他の子供たちから、お前はね、ほんま釈迦族の子供はないんじゃいとか、お前は召使いの子供なんじゃいって、卑しいいうふうに、なんかそうやって馬鹿にされたんですね。そしたら、王子様がすごくそれを恨みに思って、ほんでもう腹が立つよ、絶対復讐してやるってから、いうふうに思われたそうです。ほんで、この王子様が大人になって、王様になった時に、もうわしの時代だけもう釈迦族の国行ってからもう復讐してやるってから、ほんで自分の大きな軍隊を連れてお釈迦様のね、カピラバストっていうね、お城のところね、国に攻めていこうとするんです。そしてそれをお釈迦様が聞いて、お釈迦様はね、もうその時はもうすでに、お釈迦様の国から出ておられて、もうブッダとしておられるわけです。そんで、コーサラ国の王様は、ブッダのことは大変尊敬してるわけですね。で、それで、軍隊を連れて、コーサラ国の王様が、軍隊を連れて、攻め入ろうとしたら、お釈迦様が、あるね、この木の下に座って、まあ、枯れ木の下に座っていたと言われています。で、それで、枯れ木の下に座って、王様がね、来た時に、で王様が、どうしたんですか、お釈迦様って言ったら、お釈迦様がね、このように言われたと。親族の陰にいることは居心地がいいっていうふうな、まあ、ちょっとポエティックなことを言ったんですけども、これは、まあ、言うなればね、その、枯れ木というのはね、今もなんかまさに滅びようとしている家族のことを多分表しているんじゃないかと思うんですけども、まあ、それにしても、このね、木陰に、ね、いたら涼しいから居心地がいいんだと。ね。この私も、まあ、釈迦族から、まあ、もう出てるけども、出家して出てるけど、だけど、やっぱ家族がおった方が私にとっては、まあ、安心だというような、そういう意味ですね。それで、お釈迦様はそうやって言ったので、このコーサラ国の王様が、わかりましたって言って、その意味を組んで、軍隊と一緒に引き返したわけです。ほいで、これをだけど、
このコーサラ国の王様はまだ腹が立ってからもうね、怒りが収まらないから、またもう一回攻め入るんですよ。そしたら、また同じところにお釈迦様座っとって、で、同じこと言った。ああ、わかりました、お釈迦様。ほんで、帰ってた。ほんで、三回目も行ったら、またお釈迦様がって、で、同じようにお釈迦様が、ね、できるだけ、あら様に殺さんようにしてくれ、みたいな感じで頼むので、わかりました、言って、帰ってた。じゃけど、また腹が立つけど、もう4回目また行こうぜ。4回目行ったら、もうお釈迦様ここにおらんかったんですね。で、そのまま、コーサラ国の王様は、お釈迦様の国に攻め入って、お釈迦様のね、ファミリーとか、釈迦族の人たちを、まあ、皆殺しにしたというふうなね、そういうお話があるんですね。で、お釈迦様は、その時にお弟子さんにね、尋ねられて、なんでお釈迦様、4回目止めんかったんですかって言ったら、そしたら、多分まあ、うちのファミリーは、そういった業縁というかね、そういったまあ、原因があるんだけど。で、これ、もう仕方ないんで、これ、仏によく言われるんだよ。仏はね、そういった、なんちゅうかね、業のことですね。ああいう原因と結果のことは、それは、いくら仏様でもそれはチェンジすることはできないって言われますけども、そういったやっぱ、ね、深い業であるとか縁があるからもうこれは仕方ないことなんじゃ言うて、ほんで、まあ、お釈迦様のね、釈迦族は亡くなっていったというふうなお話がある。だから、まあこの話から言うと、まあ最初止めたけど、だけどまあ、よっぽど縁とか業があるんだったらもうそれはストップはできないということで、争いもまあ許容ではないんだけど、止めることはできなかったという話ですね。はい。で、浄土真宗と戦争でも、浄土真宗がこれまたね、結構戦争してるんですよね、なんか、もう、やってなかったらいいけど、もう歴史が長いですので、結構なんか争ってるんですよ。ほいで、まあ、昔で言ったらね、もう蓮如上人ぐらいの時から、結構各地で一向一揆というね、皆さんも聞いたことあると思うんですけども、その土地を治めていた領主とかね、そういう人たちとやっぱ、お寺とね、争うとね、いうことがありましたし。まあ、その領主さんが、なんかやっぱりね、タックスを要求かけるとか、そんなんじゃったんかもしれませんし、それちょっとどういう理由なのかよくわかりません。だけど、一向一揆という、まあ、やっぱり生活も苦しいし、ね、そういうもので戦うっていうこともあったということですね。で、あとは、まあ、権力商人ですね。まあ、16世紀です。その頃に、本願寺が織田信長と11年戦うというね、浄土真宗とか仏教とか平和の教えじゃないんですかとか、なんで戦われいけんのかなってね、我々今思うけど、まあ、当時は多分なんかそういうふうな縁が整ったんじゃないかなと思います。普通やったら、まあ、よくね、だから織田信長が無理言ってから、今大阪城のところに、ね、今の大阪城のところに本願寺があって、そこが欲しかったけ、あんたら出て行きんさいとか言ったけど、そんな、なんで出て行かれいけんのやってなりますよね。だからそれで戦ったというふうに言われてますけど、まあ、じゃけど、まあ、じゃけどね、今思ったら、まあ、本願寺もね、教えを従うんだったら、出て行った方が良かったんじゃないかなと思うけど、まあ、わかりませんよね、その当時のことだからね。まあ、11年戦ったということがあります。で、まあ、そこに、まあ、旗がありますけど、戦争に、モントさんとかもすごい戦ったんですよ。で、モントさんたちがね、もう、このお坊さんとか、まあ、他の政治の人に、もう、何でも戦争行け、戦争行けって言われてから。ほんで、これね、その戦争で死んだら、お浄土に生まれられるっていうふうに、そういうこと書いた旗なんですけど、そんなこと言っていいのかなと思うけど、まあそういう歴史があったということですね。ほいで、まあ第二次世界大戦とかでも、本願寺とかもね、各地の寺院もお寺がね、戦争に協力したっていう、ね、歴史はありますですね。まあ、その当時はもう、もう戦争に協力せんかったらもう、非国民言われてから、もう暮らせんかったしね。まあそういう社会的な状況があったので、まあそういうこともあったり、まあ仏教徒だけもうね、もうね、ストロングリーにも戦争をプロテストするべきだというふうに、今だったら思うけど、その当時だったらできなかったのかもしれません。あそこに写真あるでしょう。鐘のね、あの鐘は、
金じゃないんですよ。あれコンクリートで作ってるんですけど、あのジャパンのね第二次世界大戦の時はもうジャパンのミリタリーがもうね鉄がいるけ、もう各地のお寺からもうなんか鉄をね寄付せ言うてから、ほいだけもう金を寄付して、金がないけもうコンクリート作ってから、ほんでそれ吊るしたいのがあるんですよ。ほんで仏様のね仏像もあの金でできとるけ、それも出せ言うてからね、その金があのね相手人を攻撃する砲弾になったりとかね、いうこともあったんじゃないかなというふうに思いますが、まあその時にいや金出さん、まあ、金とか鉄出さん言うたらやっぱどうね、どうなるか、もう牢獄に入れられて殺されることがあったというっていうふうに聞いていますですね。で私たちのね2世や3世の方でも戦争に行かれた人もおられますよね。なんで行くんやいとかなったこともあるね、聞きましたが、やっぱいかにはもうね日系のねお父さんお母さんの親がもう悪い目に遭うし、我々はアメリカ人なんで戦わねえけんだから、まあそういった状況がねあったねでしょうね。でまあ戦争へね協力や参加をすべきじゃないんだけど、状況などによって仕方ないことがあるということです。で争いが起こったらどうしたらええかということですが、一つはね、あのこれ後でね、あの健田中先生が言われるので、その時にこれ聞いてくださいね。あの第二次世界大戦の後にスリランカの、ね、人たちはそのさっきむつみ先生が引いちゃったダンマパダの言葉に従ってもう賠償金取らんかっていうところがあったんですね。あとはねティック・ナット・ハンさん氏ですね。この方一昨年ぐらい亡くなっちゃったんですよ。ベトナムのお坊さんですけども、この方は言われるね、あの争いが起こるときですね、腹が立ったときは何も言わん方がええ言ってからね、あの言われますですね。でももうゆっくり深呼吸しなさいと、で怒りの行動する前に怒りが今起こっとるけ、今あんまやらん方がええないふうにね、そういうふうに見直しなさいと、これをすることが平和な行動をすることになるとかね、いうふうに言われます。まあ本当自分たちのちっちゃいね、まず家庭とかフレンドとかお寺とか会社とかスクールとかそういうところでねの争いがどん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 大きくなったら戦争になりますので、やっぱり一人一人がねちょっとしたことで気をつけていくことが大事だと思いますね。はい、まあ、だけどねアメリカになるとね、あのなんか自分が悪いことねいうふうな状況だったら言わねえいけん、自分はもう主張せねえいけんって言われるけど、仏教だったら口にチャックですからね。これがちょっとね、どうしたらいいかなって思いますけど、まあ、言わねえいけんとか言った方がいいかもしれませんですが、まあ一応基本的に怒らないと。ね、何もしないというのは、あの、たまにはいいことがあるということですね。だから基本的に戦争や争いを避けます。まあ、例外はあるのはあるけど、一人一人が、まあ、仏様の教え学んで、できるだけ表さないようにするということで、まあ私もご本願に任せて、まあお念仏をしていく、ね、お聴聞をさせていただくということですね。はい、ちょっと少し長くなりましたが申し訳ございませんし、ね、聞いてくださってありがとうございます。ではまたよろしくお願いします。で合唱します。南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏。すみませんです。古本先生、ありがとうございました。はい、それでは、ただいまより、今日の、ご講師田中ケネス先生をお迎えして仏教と戦争についてお話しいただきます。先ほどオープニングで先生のご紹介がありましたけど、先生は山口県生まれで日系二世の両親と10歳の時に渡米されておられます。そして13歳の時に満天ビューの仏教会で浄土真宗の御教えに出会われました。先生はいろんな大学を出られておられます。スタンフォード大学、米国仏教大学院、日本の東京大学大学院、カリフォルニア大学で仏教学の哲学博士をお取りになっておられます。先生は米国仏教大学院大学准教授のおよび北米海局南アラメダ郡仏教会の住職を得て、98年に武蔵野大学教授に就任、そして18年の3月に退職されておられます。先生はいろんな書物も書いておられます。日本語の書物もありますので、もし興味があるお方があればまた尋ねてください。で今日は最後に質疑応答いたしますので、質問がある方はあの後ほどお聞きいたします。それでズームで入っておられる方は
チャットルームの方に質問があれば流してください。それでは田中先生よろしくお願いいたします。はい。はい、それではこんにちは。今英語でやってて、これから日本語に頭を切り替えないといけないです。まずうちの家内が後ろにいますけれど、英語ではベターハーフと言うんですよ、ね。本当ベターハーフです。機嫌がいい時は私の阿弥陀様と。今回はいつもね、こう旅行するといつ来ていつ帰るのって言われるんですけど、まあそれを答えると、12月の21日に来て3月の初めに、またアメリカじゃなくて日本に帰ってどこにいるか分かんなくなっちゃってですね、どこにいても阿弥陀様、と思ってますから、まあそのように考えるとちょっと気楽ですよね。どこにいても阿弥陀様の中、あと何て言いますか、諸行無常っていう教えもですね、ためになるというか力になるのっていうのは、やはりもう26年は日本に住んでますので、またアメリカに帰って運転してね、治安も良くないしとかね、いろいろ考えるとちょっと嫌になった時だけど、まあ仏教もいつ言ってるように諸行無常っていうことは変化ですからね、変化ですから変化に対応して前向きにいきましょう。だからそのように日常的にそのように考えて、まあもっと深いレベルでは阿弥陀様の中にいるって考えると、まあどこにいても、大丈夫だったように思えているところです。はい。で、今日は結構ね、難しいテーマを授かってまして、仏教と戦争という。で、サブタイトルっていうか、は私がつけたので、まあ我々はやっぱり真宗の、コンテクストで話してますので、まあ真宗者としていかに向き合えるかというサブタイトルで、考えたいと思います。それで、まず仏教は一人称です。ね。他人のことを語ってるんじゃなくて、まあ他人のことも関わってきますし、ね。だけど、やはり最終的には私ということで、仏教の教えだけじゃなくて、仏道なんですね。道なんですね。仏教は本当はね、普通の宗教のように、わけのわからないものを信じることじゃないんですよね。やっぱり、華道、茶道、茶道、弓道とか言ってね、道ってついて、やはりこう実践して、熟していくっていうように、私は、仏教も浄土真宗も見ています。ですから、仏教じゃなくて、仏道です。それがわからんと、仏道ちょっと反応がもうちょっと鈍い。まあまあ、仏像。本当は仏像ですけどね。仏像。それやっちゃいけませんかね。いやいや、大丈夫です。戦争になると、皆さんね、何かこう、ね、今、ウクライナとかね、中近東の遠い話のように感じますけれど、実は戦争っていうのは常に我々にも関わっていて、私も昔の同級生、マウンテンビュー仏教会のダーマスクールの仏教、二つぐらい上の浅田さんって、ラン・浅田っていう人が、70年の初めかな、戦争、ベトナム戦争で亡くなって帰ってきました。で、その時に、マウンテンビューのお寺で、葬式が、ベトナムで戦死した人の葬式があったんですよ。その時に、キャスケットはオープンできなかった。当時ね、よくもう遺体を見せてるんですけど、見せられなかった。なんででしょう。もう遺体がひどく損傷してるから見せられなかったんですよ。それほどの死に方をされたんですよ。夜、
ね、空軍だったので、エアフォースにいた人で、将校でもあったんだけど、夜爆弾が落ちてきて、亡くなられた。だからそれほど損傷して、ね、遺体も 見れないというような、いかにね、ご家族ももう本当に悲しまれたと思います。第二次世界戦争ね、皆さんね、まあ、私より年配の方は、アメリカだったらね、収容所に入れさせられて、大変な思いされたことはね、よくわかります。私の両親は、まあ、うちの父は、日本軍でシベリアで戦って捕虜になって、だけど、おじが、亡くなってるんですよ。戦死してるんですよ。で、この秋、山口に行って、お墓参り行ったらですね、おじさんの、ちっちゃい墓っていうか、が横にあってですね、それを見たときに、簡単にね、戦死したって言うんだけど、よく考えると、いや、どのようにして亡くなったんかなと、どんなところで亡くなられたんかなと、ね、ちょっと悲しくなりますよね。そのようにして、我々は戦争というなんか遠いような話ですけれど、深く考えると、これはね、やはりこう痛ましいことなんですよ。そして、核戦争も、可能性はまだありますよね。いつも、今もうね、たくさんのソ連じゃなくてロシアも、アメリカもたくさんの何千発というね、兵器を持って、で、特に北朝鮮の、金正恩、彼もね、最近また、ミサイルをね、撃って、で、特に日本にいると近いですから、で、日本に向けて撃ったら東京の方に来るなと思って、で東京は私住んでますから、まず自分のことを思って、だけど、まあ、いつか近いうちにはアメリカを届くミサイルも開発しているのは確かです。ですから、戦争といっても遠いことじゃなくて、我々の家族、過去も、ね、体験して、中には知ってる人も戦争で亡くなってるんですよ。ね。まあ私自身もですね、1970年卒業したんですけれど、その時、仏教大学院で、僧侶の資格になるために、IBS に行ってなければ、引っ張られたんですよ。だから、もしかしたら、ベトナム戦争に行った可能性もあるんですよ。まあ、私も実はこれ英語の方で話せなかったんですけど、将校になる、プログラム ROTC っていうのがあって、私は大学1年生の時それに入ったんですよね。で、だんだんと、いろいろ考えると、いや、これはやっぱりダメだなと思って、2年生の終わりで辞めました。まあ、ある意味で良かった。あれ続けていたら、卒業、70年卒業した、もうベトナム戦争にね、将校として引っ張られてた、行くはずだったと思います。ですから、私自身も、そういう、過去のちょっとしたの違いで、戦争に行かなくて、まあ、このようにして生きられたということも、時々思い出します。皆様も、ね、戦死した方をご存じだと思いますし、まあ、中には、この中で、収容所に入った人いらっしゃいます？あ、一人ね、いらっしゃいます。どこにいました？あ、トゥーリーレイクですね。はい。まあ、本当にまあ、よくこう英語では relocation camp とか言いますけどね、ちょっとこう優しい言葉で言いますけど、本当はね、もっとひどいところですよね。まあただ比較的にね、ドイツのユダヤ人があった目とは違うので、それはもう本当に良かったですけど、だけど、まあユダヤの虐殺っていうのは考えられないですよね。600万人ですよ。600万人の人が殺されたんですから、それもシャワーにね、入る
ってみんなもう大体、ね、知ってたと思うんですよ。もう想像に及びませんね。考えるにもなんかもう嫌になっちゃうっていうか、なんでそういうことできるのかって、まあ、ですからこの戦争今起こっていてみんなね大変関心があってね、で関心あるべきですけれど、こういうことはずっと起こってるんですよね。どちらかというと、まあアメリカでは起こってないかもしれないけど、他の世の中、世界のどっかに戦争ずっと私が生きてる間も起こってるんですよ。だけど、まあ仏教徒としては、じゃあ三つの点があって、ちょっとすいません。このお話の中で三つの要点があります。第一は、仏教徒としては、当然平和を進め、戦争を否定する。まあこれはもうね、当たり前のことです。しかし、そのような理想を完璧に実行することは、時にはできないということも認識しないといけない。まあ、でこれがある意味で現実っていうか、仏教者にもそうですし、仏教団体もそうなんですよ。で、かといって、まあだからまあね、まあこれはシャバの世界だからしょうがないなと言って、ね、もう、歴史の流れにこう従うんじゃなくて、やはりこう、仏教者として何かこう、やはり、お釈迦さんの教えと親鸞聖人の教えを実践しなければならないっていうか、当然そうなるんですよ。しなければならないじゃなくて、そうせざるを得ないということになる。ですから、この三つの点で今日、ちょっと時間のためになるべく、ちょっとこう、詳しいことはちょっと省くかもしれませんので、ね、要点。で、仏教者としては一番基本的な誤解っていうのがあってですね、浄土真宗はあんまり誤解のことを言いませんけど、世の中の世界の仏教では誤解っていうのはね、やってますから、それを誤解しないでください。誤解。誤解の一番は、パーリー語ではね、パナーティパータオエランマニサマディアミ、シカパダムサマディアミって、これ私が短い間僧侶になった時にこれ暗記しなければならなかった。10回っていうのをね、最初のがパーリー語。パーリー語ってね、すごくね、メロディアスっていうかね、メロディーがいいんですよ。まあ、その中では5回で、不摂生、ね、というのがもう最初に出てくるんですよ。だから、もう、そして十善行っていうのが、大乗仏教の我々は六波羅蜜を行います、ね。行いますというか、特に、まあ、お彼岸の時に六波羅蜜を実践しましょうという、二番目が、戒、ね、自戒。自戒の中は十善とあって、その中の最初も同じ不摂生です。ですから、お彼岸の時に六波羅蜜を実践しましょうっていう時に、六波羅蜜の最初がこれなんです。ところで、六波羅蜜は、日本の浄土真宗では出てこないんですよ。知ってます？これアメリカの浄土真宗の新しい加えたものなんですよ。これをね、私知らなくて日本に行って築地本願寺の僧侶たちと話してね、いや、お彼岸ですから六波羅蜜を実践するんですよねって言ったら、みんなポケーっとしてですね、何言ってるのといや、そんな、聞いたことない。私もびっくりしました。だから、これはアメリカで、やはりこう、宗教がもっとこう、世の中の日常にね、生かすために、アメリカではそれが、強調されたと思います。それで、一番有名な言葉は、ホック教の、憎しみは憎しみによって収まらない。憎しみを、捨ててのみ、憎しみは収まる。これは永遠の真理である。これはとても有名な言葉で、1951年にですね、これ歴史を変えたんですよ。聞いたことありますかね？スリランカの、JR ジャヤワールドネイという大蔵大臣が、
スリランカを代表して、サンフランシスコの会議に出てですね、日本が、戦争負けた後、またね、世界の一員になるという時にの交渉。で、その時に、多くの国は、弁償っていうかな、を払えと。いろんな大変なことをしたから、日本には、まあ、英語で reparation っていうのは、日本語で何て言うか、なんか難しい言葉、弁償じゃなくて、もうちょっと難しい言葉あるんだけど、もしそれを日本が払ってたら、大変な、ね、負担になっていて、経済、あのように世界第二の経済大国になれなかったと言われてるんですよ。だけど、その時に歴史を変えたのはこの言葉なんですよ。憎しみは憎しみで収まらない。で、これを、英語でですね、hatred ceases not by hatred, but by love. 憎しみを捨てろというのはね、love って書いたんですね。このジャヤ・ワールナ、財務大臣はね。で、これが影響してですね、全員が、まあ流れが変わって、いや、日本にはそれほど、弁償っていうかね、お金を求めないということになって、大変日本も助かったんです。だから今ある日本の繁栄っていうのは仏教が変えたと言っていいと思う。だからこの正論の代表者がこの語った言葉は今考えてみると正論でした。うん、これ結構高度ですからね。正論です。で、もう一つ面白い、皆さんこれも、だからスリランカの正論の人は、このジャイアワールド先生、後でね、大統領になるんですよね。で、我々の大統領は、日本でとてもよく知られてると。ね。1951年助けてくれたと。で、だからスリランカの人たちが日本に観光客と言ったらですね、いや、日本人はもう大変感謝を決めてですね、駅の名前をみんな JR にしてると。彼の名前は JR ジャイアワールドね、と。うん、そのように思った、そう、かもしれません。いや、そういうことがあったそうです。うん、まあ、JR。で、親鸞聖人もね、これは有名な言葉。これは世の中安穏なれ、仏法広まれと。これお手紙の中に出てますね。世の中安穏。だから仏法広まると、世の中も平和的に安穏になるというような考え方で、で、憎しみも、これは私あまり知らなかったんですけど、これを準備する前にこれ発展してですね、念仏を、する人を憎む人、だから要するに念仏者を批判する人たちが当時いたんですね。だけど、親鸞聖人には、そういう我々を憎む人に対して、哀れみをなし、悲しむ心を持つべしだ。だから、憎しみやられてるんだけど、憎しまなくにはないよと。ね、哀れむべきだと。ね、かわいそうな人だというか、そのような精神を持っておられる。だからこれが、お釈迦様も親鸞聖人もそうなんです。いいですか？この言葉、世の中安穏なれ、仏法広まれというの。で、この辺はちょっとですね、アメリカでは仏教はとても、peace loving って平和的であるという印象があって、アンケートによると 60% が、アメリカの一般人は仏教の印象、平和的ですかって言ったら、イエスと言ったのが3分の2なんですよ。だからそのようなイメージ持たれている。そして、本当はね、今の中近東にもですね、先ほどの親鸞聖人の教えとか、ダンマパラド、北教の教えを実践していれば、今の中近東の戦争も収まっていたはずですよね。まあ、今の首相は私はあんまり好きじゃないですけど、あんまりというところは大嫌いです。いや、本当ね、彼は、平和のためには悪い影響力。だから、二つの国を作るという考え、英語では、two nation っていうかな、二つの国を作るという提案にずっと反対してるんですよ。それを損なってるんですよ。で、今でももう、その気持ちなんでしょ。もしね、彼がそのような、この仏教的な精神で、いや、本当大変なことをさせられた。ね、10月7日ですね、1000人以上のイスラエル人があの世にね、虐殺されて、
で、捕虜も、ね、200人も取られたって。で、その時に、いや、じゃあここで一旦平和的に憎しみで、また憎しみで返してやらみませんと。もし制限してね、その実行したら本当にね、もうもっといい方向に行ってたんですよ。だから残念だけど、なかなかね、そういうことならない。まあ、本当ね、バイデン大統領ね、もっと厳しく言うべきだと、私は個人的に思っています。もうね、やっぱり支えるのは、イスラエルもね、同情を持つアメリカ人多いですけど、ただこれはね、我々年寄りの方ですけど、若い人はそう思ってないですよ。アメリカの若い人はすごく反対してる。うん。っていうのは、イスラエルというと、昔にね、同情を持つような国でなくても、強い国で、どちらかというと、周りをね、こう、まあ、やっつけてるっていうイメージがあるから、余計ね、今、2万5千人のパレスチナ人が殺されてるんですよ。うん。で、そして、もう一つね、私の、71年、私、世界旅行一人で旅したときに、パレスチナの国に行ったんですよ。ウェストバンクって西海岸の方ですね。で、そこに二人のティーネイジャーに会ったですね、彼たちは、もうほとんど涙流しながらですね、土を取ってですね、これは我々の土地だと。我々の土地なのに、このように占領されてですね、もう歯がゆいっていうかね。で、このように美しいね、我々の土地なんだと。だから、そのティーネイジャーのような人も、すごくもう根強い反発と、ね、憎しみとか持ってるんですよね。だから、これはもう本当にね、我々、ちょっとね、アメリカに住んで、日本に住んでるような人たち、ちょっと想像できないぐらいに大変なことなんですよ。だけど、それがもうね、やっぱり本当、ネタニヤフ首相が少しでもですね、本当は、仏教だけのユダヤ教の本当の教えにはね、こういうようなね、教えもあるはずなんですよ。ね。やられたら、まあ、やり返すような教えもあるんですけれど、turn the other cheek ってね。で、そのように少しでも実践したら、戦争もね、これほどひどくならなかったと思います。それで、で、このように理想はずっとあります。仏教にはもう当たり前です。平和を推進する。しかし、現実は我々も、実際にその理想に、到達できないところもある。で、その一つの例を言いますと、ウクライナの、仏教僧侶がいるんですよ。ちょうどですね、去年の秋に私知り合って、オンラインでインタビューしたんですよ。その人の名前は、セルヒ・トリーリスという方で、今日本に来てます。子供3人もいて、で、だけど1年、最初に家族を送って、で、その後、去年のね、夏かぐらいに、来た。で、その前に11ヶ月兵士として、ウクライナ兵士として戦ったんですね。で、ここにいらっしゃる、この方ね。日蓮系統の、日本の、ここにいる、この先生の弟子として、30年前に出家されたんですね。すごく私はもう、メールしか最初、やり取りしてなくて、メールでもわかるように、すごく、真摯、sincereな方だと感じていました。で、実際に、ズームで会っても、そのような印象です。それで、彼が言ったことはですね、平和を保つために戦わないといけない。だからこれなんですよ。現実には、綺麗事じゃなくて、やはり、戦争はダメだと言うけれど、あのようにしてね、侵略されたら、仏教僧侶である自分でも戦わないといけないと言って、このように、右の方の兵士として、11ヶ月、軍隊に入ったと。で、その時に、やはりこう、
平和のためには戦わないといけないという矛盾っていうのを彼は話していました。これは奥さんもですね、すごい熱心な仏教徒で、もう本当にまだ若い、結構若いんですけれど、必死に伝道を行っていらっしゃる。で、今日本に行って、今富山県の方に住んでいるんです。で、この前の地震もね、どうしてちょっと心配だったんですけれど、まあ、大丈夫だったということで。まあ、我々は、ね、戦争はダメだと言うんだけど、まあ、現実にですね、暴力、殺し合い、戦争などは、もう映画とかドラマとかね、電子ゲームにしょっちゅう出てきますよね。で、去年の NHK の大河ドラマは、徳川家康 でしたよね。で、私もね、面白いなと思って、見始めたんですけれど、最初のエピソードは、もう、チャンバラっていうか、で、いつものようにですね、ああいうね、チャンバラの場面っていうのは、切られた人はパタッと倒れてね、そのまま。だけどよく考えてください。あの刀でもうやられたら、綺麗事じゃないですよね。もう本当血も出るし、傷も出るし、もう、もしそこで亡くなったらもう苦しんで亡くなるんですよ。そういうことは全部一切見せないですよね、ドラマ。だから実際に考えるのなんでこのようなことが、その NHK の大河ドラマの最初にもう出てですね、人を人気の番組にするのか。で、私言わんとしてるのは、戦争はダメダメと言いながら、世の中には戦い、殺し合い、戦争というのはしょっちゅう出てるんですよ。だからある意味で矛盾なんですよ。でこのようなことは、親鸞聖人もしっかりご存知だと思います。で、これが有名な歎異抄十三章で、あなたの心が良いから殺さないのではない。同じような縁が整えば、人を害してはいけないと思っても、千人、百人、千人殺す結果となるのであると。だから、これはちょっと複雑な考え方で、ただ言わんとしてるのは、我々は、ね、心は清らかで、私は浄土真宗の門徒であって、日曜のお参りにはちゃんと行きますとかね、言いながら、もし、縁、その環境がそうなれば、我々も、たくさんの人を殺す可能性はあると。特に自分を守る。自分の家族を守る。ね。まあ、我々の国を守るっていう。だから国を守ると言って、どのくらいの人たちが第二次世界戦争ね、戦争に行って、あれほどたくさん亡くなっていったと。いや、やっぱりその辺は、まあ、先ほど私、二十歳ちょっとなった時に、まあ、進学校に進んだから、ベトナム戦争行かなくてよかったと言われました、言いましたよね。だけど、多分、実は、アメリカではですね、日本語ではちょっとどう言ったの、conscientious objector っていうのがあるんですね。だから、自分の宗教の信仰として、そういう戦争には行かないというような制度があるんですよ。それを実証できればですね、兵隊に行かなくて、コミュニティのためにできる、コミュニティに尽くすというような制度があって、だからそれを受かるのはそれほど簡単じゃありませんけど、まあ、本当は純粋に言うと、仏教徒だったらその方向を取るべきなんですよね。だけど、まあ実際には、まあそれほど、理想だけではないということです。で、この辺ちょっと難しくなりますから、ちゃんと、まあ仏教では、応募仏法という考えあって、ね、まあ、この仏教教団、まあ真宗教団もそうですけれど、その我々は仏法、ね、仏の法、教え。だけど、世の中のことは、王様とか天皇に任しますよと言ってですね、まあちょっとどちらかというと、この距離を持って容認するというような、方向、考え方もあってですね、
だから戦争も容認するし、戦時教学にも容認した。どの教団も第二次世界戦争、まあ関わっていったんですよね。その中で、滅私奉公っていう、この言葉は聞いたことあります？滅私っていうのは、私を滅する。そして、応募、公に、報ずると。まあ、基本的には、無我という考えを間違ったように捉えてですね、自分を殺して国のために使いなさいと。そちらの方向を仏教の教えを持っていったんですよね。そのようなことで、まあ、ある意味で、戦争に加担したと。で、多くの今の仏教教団は、まあ、もう数十年前から、謝罪をしてます。やっぱりそのぐらい、最低そのぐらいするべきです。で、米国仏教団 IBS の方でも、米軍のために、まあ、仏教チャプレン、ね、教会士になる資格を与えたのが IBS が初めてなんですよ。その時に結構議論が行われて、いや、実際に仏教教団が、軍隊にそのように関わってもいいのかと、反対する人もいたんですけれど、まあ、私は、まあ、世の中には、まあ、軍隊はなくならないし、やっぱりね、攻められたら守らないといけない。そのような環境の中で、まあ、仏教的な、教えを少しでも影響力を持つためには、まあ、完全な悪じゃない。ただですね、やはり、こう、やっぱりこう、ある意味で、うん、まあ、軍隊に関わっていることは確かなことですね。だから、このような例は皆ですね、理想はあります。だけど、やはり、この現実は、その理想と反するようなことも我々の生活の中にありますよということで、特に浄土真宗はそちらの暗いところっていうか理想に合わないようなところもやっぱり自覚する必要があると思うんですよ。これはやはり自分のまあよく我々は凡夫って簡単に言いますけれど、それを本当に自覚するには、このようなことも行っていると。まあ、そういえばですね、暴力とか殺傷といっても、我々は毎日ね、生き物を殺して食べてますよね。まあ、そこまで持っていくかどうかってね、戦争とは違うかもしれませんけど、やはりこう、矛盾っていうようなところはあるよということが第二のポイントですね。で、第三のポイントは、こう言いながらも、やはりこう、我々は、私はこの横の軸と縦の軸という、横の軸は、これは、世の中の客観的な出来事です。戦争なんかもこの中に入りますね。だけど我々は、この縦の軸を持っている。まあ、浄土真宗の教え、仏教徒であるということは、縦の軸を持って、それに、まあ、教えを元にして対応すると。ですから先ほどから、戦争を否定し、平和を推進するというようなことを言ってますけど、それは、この縦の軸をの、ね、まあ、登っていく人ほど、必然的に、このようにして、このレベルから、なるべくね、憎しみを、否定しましょう、平和のために少しでも尽くしましょうというのに、必然的になるんですよ。誰かが言ったからするんじゃなくて、それは徳として現れてくると言えるんですね。ですから、我々は、この仏教の教えを軸として、戦争のことも考えていくと。その中で、今言ったようにね、それは義務ではないとか、何か目的を達するために、ね、やってるんじゃなくて、今言ったように、この我々の宗教的な成熟度、まあ、私、徳と言ってますけど、英語では virtue って言うんですよね。virtue が備わって、来るんですよ。まあ、親鸞聖人も、そのような、virtue が伴って、やはりこう、世の中安穏になれて、心からおっしゃってると、
思うんですね。でそこでやっぱりそうなるとですね、我々私のレベルでさえですね、少しは無駄ね、アリを踏んだりゴキブリを殺せないようにななると思います。私ね、子供の時にね、たくさんのアリを殺したんですよ。今ちょっとね、後悔してるんですけど、当時は何も思わなく、たくさんね、農園のようなところ住んでたから、たくさんいてですね、だけど今はもうね、もう玄関出ると、特に日本なんかアリがね、たくさんありますから、ありがとうございますミススミアジ笑ってくれました。まだ気がついてない人もいらっしゃるじゃない。たくさんアリがありますから、いますからじゃなくてありますから、まあ、とにかく踏まないようにしてね、自然にこうなります。ゴキブリもね、なるべく見つけたら外に出すと。はい。で、このように先ほどから言ってる、憎しみは憎しみをって収まらない、収まる憎しみを捨てることによって収まるということ、それを実践していくっていうのですね。そして組織として、仏教教団としては BCA でも、私若い時この YBA ですね、そういうところでも結構英語では take a stand って言ってね、自分たちの立場をあらわにして宣言する。でこういうこともやっぱりこう仏教教団だったらみんなが合意できればそれをするべきだと思います。やはりでただ、ね、宣言だけじゃなくてですね、それに伴うことももちろん必要です。それでですね、この世の中の戦争とかって大きな問題はね、まあ、例えば今の中近東の戦争なんかは、ほとんどどうしようもない、無力を感じますよね。だけど仏教のお話の中で、竹やぶの感謝というね、説話があるんですね。これはね、このような話なんです。ところでですね、このみんなにはこの英語の本を、私が最近書いたジュウオスという本ですけれど、これ仏教一般の本なんで、これは、若者スカウツ、そして心は若い大人たちと。皆さんもみんなその中に入りますかね若い、young at heart だから、大人にもよくわかる。だから新種ではありませんけれど、この本を今日あそこにありますから、皆さんが読まなくても、皆さんのお孫さんとかね、近所の子供とか、お寺に新しく来た人に、これ、もう無料で、仏教伝道協会が出版してもらったので、無料で、もらえるんですよ。お寺が、頼んでら無料でできますから、ぜひですね、ところで私は一切収入入りませんから、金持ってやっても、もう、Not even one cent もらってないですよ。本当は他の出版会社行ったら何億という収入がありませんでしたけど。いや、こういうね、仏教の本書いてもですね、収入にはなりません。まあ、それは。っていうところで、この竹やぶの話が154ページにありまして、この話というのは、オウムが行ってですね、自分が住んでいた、お世話になった、林が山火事になりました。それでもう大変だとして、彼は今までこうね、の恩恵を受けて、自分の仲間も、ね、大変な思いになってるから、もうどうにかしないといけないとして、山火事を消そうとするんです。で消そうとするのは、その消し方はどうするかというと、近くの池に行って、自分がちょっと水に浸かって、その雫を持って山火事の上でこうパラパラと落として消そうとしてるんです。もう必死にやってるんですよ。そしたら梵天が来てですね、そんなことやったって山火事は終わらないよと言って、彼にオウムに言うんですよ。そしたらオウムがもう真摯の気持ちで、いや大変なこと分かってるんですけれど、私はこれしかできない、少しでも
何かできれば、何かのためになるというような気持ちでやってるんですと言うと、梵天は本当にもう感激してですね、いや、そのような精神大切だとして、まあ神様ですから一緒に力を合わせて山火事を消したという話なんです。だけどポイントはね、少しでも、少しでもいいから、ね、自分なりに、ビビタルをやりましょうという精神なんですよ。だから、まあ、遠い世界戦争、ウクライナの戦争とかね、ありますけれど、もし可能であって、やりたかったらね、少しでも、1ドルでも2ドルでもいいからね、寄付して、あげるというようなことをできるはずです。そうすることによって自分は関わっているということが言えると思うんですね。それで関わっているということはね、私は、宗教的に、こう深まっていくと3つの要素が出来上がります。出来上がるというか感じると思う。どの宗教、本当の宗教はね、この3つがあると思う。それは慈悲と愛、2番目は平等感。平等感っていうと、みんなをこの同じ対等に尊厳を認めると。みんな違いますよね。能力も美貌もなんとか違いますけれど、対等に平等的に扱うと。そして3番目は一体感、縁起というところです。この3つの要素は、私はどの本当の宗教に、まあ、熟成した人はこのような要素を持つと思います。それで、まあ、我々真宗でもですね、阿弥陀の慈悲に抱かれて、阿弥陀と一体となり、死後でも浄土から帰ってくる幻想においても平和を推進することに努めると。ですから、今生きてる間、まあ、信心というね、こう、浄土信心にとっては大切な、私は、ある一種の目覚めだと言ってます。気づいて、で、その内容というのは、このような要素も含まれていると。そのような要素を、その人が、徳としてですね、持ってくる。で、そうなると、これこと自体が、平和に貢献できると、できていると。で、これがですね、このように、浄土真宗、一般仏教がこちらなんですね。ある意味で自力で、こうね、上まで行くと。だけど、親鸞上人は29歳で法然上人に出会って言われたのは、大丈夫だよと。あなたは、すでにこの阿弥陀の働きの中にいるんだよと。抱かれているんだよと。そう言われて、はっとですね、気づいたというような、ように説明できると思うんですよ。で、自分の力で一番上まで行かなくても、もうすでにこの辺にいてもですね、私は大いなる、まあ、仏教、日本語で言うと大いなる命に抱かれている。まあ、それは大いなる命というのは私は、阿弥陀の慈悲と知恵だと、と思います。ですから、生きている間に、この三つの要素が少しずつ、自分にこう、備わっていき、そして、その後ですね、まあ、これは、ちょっと、教義的な教えになりますけれど、真実心の五識、これすなわち、内因とする、光明の部門、あ、これ、光明と名前なんですね。で、親鸞上人、光明と名前を父と母に例えて、これを外縁とするんですね。そして内外が融合して、ないというのはこの五識。だから私の心と、阿弥陀の働き、名前と光明と一体になるということ。これを信心の一つの要素として、説明として、説かれているんですね。で、こうなると先ほど言った、慈悲と愛と平等感と一体性が必然的に備わっていく。もう一つですね、信心には、現象実種の役と。これ信心を得ると、党の、
まあ、ご利益といったら語弊があるけど、世俗的なご利益じゃなくて、宗教的な役があって、その一つは、上行代碑っていうのがあるんですね。代碑っていうのは、まあ、阿弥陀の代碑ですけれど、阿弥陀の代碑に参加して、それを実践していく。まあ、具体的には、念仏を唱えて、念仏、教えを広めていくっていう、そのようなことが必然的に、やりたくなっていくんですね。そして、まあ、これは最後にですね、私は、この世の中には、いつも戦争が起こっていて、いつ終わるのかと。ね、いつこの人間は戦争が終わるのか。皆さんどう思いますか？いつ終わるんでしょう？で、まあ、伝統的な、インドの、インド精神、インドで発生した仏教の考えでは、これは変わらないよって言うと思うんですよ。要するに、輪廻転生、まあ、いろんなように描かれるんだけど、私の、仏教の先生、カリフォルニア大学の先生は、まあ、インドの世界観っていうのは、これが頂点で、これが最悪。ちょうど、時計ですね。12時が最善っていうか、すべてが、まあ、理想になる。だけど、だんだんと、また悪くなって、6時になると最悪。そして、だんだんとまた良くなって、12時でまた最高になる。世の中の環境。で、これがまた繰り返されて、永遠とぐる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 回ってる。これはある意味で、インドの伝統的な世界観なんですよ。だから、仏教もそれを少しと、もうそれに影響されて、シャバの世界って言いますね。シャバっていうの。シャバっていうのはどういう意味か、いろんな意味があるかもしれませんけど、シャバは、サハーって言うんですね。サハーを恩赦したのがシャバですけれど、それは耐えるという意味なんです。要するに、物事はよくいかないから耐えるっていうように私は理解してるんですけれど、だから、仏教的にはこれを下脱しないといけないんですよ。これを、ね、信心を得ると下脱できるんですよ。悟ると下脱できるんですよ。だから、戦争は、多分このような世界観では、なかなかなくならないんじゃないかと。だけど私は、それだけにもとどまる、それで諦めるんじゃなくて、やはりできることは、私の話と第三のところですね。にもかかわらず、理想に我々は実践できないけれど、でも私は生きてる間、その親鸞聖人のお言葉、お釈迦さんのお言葉を少しでも実践して、そして、その宗教的には、慈悲と愛、平等感、一体感等を、阿弥陀の働きなんですね。それと一体になって、生きてる間もそれを実践し、この世が終わっても、また、幻想のレベルで、私は、この、阿弥陀の働きの一角としてですね、永遠と、その働きに関わっていくというように、私は自分の死後を考えています。だから、お浄土で、ね、なんていうかな、なんか、楽しくやるっていうんではなくてですね、そのように関わっていきたいなと思っています。まあ、これは味わいの世界ですから、これは個人はいろいろありますけれど、私はそのように思って、そうすることによって、私の、宗教的な信念と今の世の中、世界の戦争をどう考えるかっていうのが、まあ、大体こう、一致してくるっていうか、別なものじゃないんですよ。自分の宗教、自分の浄土真宗の道っていうのが、まあ、戦争ということを考える中で生かされていく、待って、含まっていくと私は思います。はい。これで、まあ一応、ね、三つのレベルで話しましたね。理想と現実と、だけど、また、これ、人がどう言っても自分の問題ですから、できることは成し遂げる。そして皆様、今日はご聴聞くださりどうもありがとうございました。最後にお念仏を唱いましょう。ナマンダブツナン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 マンダブツ、どうもありがとうございました。